大上官大上官は、日本の律令制における司法、行政、立法を司る最高国家機関を指す。長官は、大上大臣。通常はこれに次ぐ、左大臣と右大臣が長官としての役割を担った。事務局として、小納言局と左右弁官局が付属する。当名から小書省、都省とも呼ばれた。大上官は、 日本で幕末から明治にかけて設けられた官僚名。1868年6月11日に交付された生態書に基づいて置かれた。当初は規制官以下七官の総称であり、翌1869年の官政改革で民部省以下六省を管轄することとなった。後に長官として大城大臣が置かれた。1885年。 内閣制度が発足したことに伴い廃止された。平常宮推定大常官後2019年発掘調査時。古代日本において中国から律令制を導入する際、採祀を行う人議官と政治を司る大上官を明確に分けた。大上官の原型は天武天皇の時代に形成された。初期の大上官は、納言、大弁官という職があったが、 アスカ・キヨの例の段階で、ナゴンは大中小の三つに、大弁官は左右に大中小とする六つに分割された。大法令成立時に中ナゴンは廃止されたが、四年後にまたおけされている。大上官は、中塚佐将、式部将、民部将、次部将、兵部将、行部将、大蔵将、区内将の八将を統括する最高機関である。なお、 天平法治2年から同8年まで官政官と解消されていた時期がある。平安時代になると、本来、律令で定められていない、両下官に過ぎなかった摂政や官白が、天皇の代理として政治を取り行ったため、相対的に地位が低下したが、国政に関する最高機関として機能し続けた。武家社会の時代に入っても、鎌倉時代には政務機関として機能していたが、 室町時代になると、次第に形外化が進み、単純に格式を表す職名になった。明治維新で、律令制が廃止されるまで存在した。大上官も、律令制の他の官制と同じように、長官、次官、方官、左官の四階級が存在する。大上官は、機構としては、政策決定機関である、犠牲官と、事務部門である、小納言局。 左弁官局、右弁官局及び臨時観察官である巡察士に分かれた。その下に八章が置かれた。大上官は、党の制度における文科省と小書省の役割を統合した性格を有しており、文科省的な役割を担った小納言局と小書省的な役割を担った弁官局が並立しており、元来は小納言局が方官、左官、 弁官局が大上官から独立した性格を持つ、品官として位置づけられたとする見方や、反対に弁官局が、法官、左官を構成しており、大納言、小納言は天皇への奏上、天皇からの法直を行うし、捧ぐの役割を担った、独自の役割であった者が、大法令によって、初めて四等官に組み込まれたとする説がある。あとに、 犠牲官が実際の審議機関となったことによって、ショーナゴン局の権限が境外化する一方で、行政事務を管轄する弁官局の力が強まって、劇に対しても影響を行使するようになったとされている。やがてショーナゴン局から劇局が分立して、ショーナゴン局、左弁官局、右弁官局、劇局に属する官人を政官と称した。地方官も、 左右弁管局の共同管理下に置かれている。大上官の庁舎は、大上官庁、または、官庁と呼ばれ、大大理の中の八章院の東に置かれた。古代中国では、八章の上にあって、これを統括し、また皇帝を補佐して、政策を審議する機関のことを、大閣と呼んだ。日本でも律令制が導入されて、大上官が八章の上に置かれると、 政策決定機関である犠牲官のことを特に透明で大閣と呼ぶようになった。この故障は明治の大乗官制にも引き継がれ、やがてこれを言い換えた内閣を中心とする内閣制度が1885年に大乗官制にとって変わった。党の律令制では中書文科商社の三つをひっくるめて大乗官と故障したが、 この勝者の中の一つの部に人義採取を司る、誇ら部があるものの、日本のように人義館と大乗館の二つを置いて、並列した館として扱っているわけではなく、この点が異なることからも、日本の大乗館は、オリジナルの律令である。このことは、日本が中国律令制をそのまま導入したのではなく、国風実情に合わせて、日本律令を形成していったことを示している。 大上官の院大上官は、明治維新が開始された、慶応4年、明治元年、生体所によって設置された最高行政機関である、立法、行政、司法の機能を備えていた。職名は、律令制の名称がそのまま使われていたが、その組織に関しては、幾度か改革がされた。明治18年に、内閣制度が発足したことに伴い、廃止された。 慶応4年から明治18年に至る期間は、慣性の開廃が著しく、常に一定しない。完成は、太陽、下記のように改変された。三色慶応3年912月9日に、王政復古の大号令が出されると、依然として、強力な政治体制を維持していた江戸幕府に代わる、政治体制の確立が急務となった。そこで、幕府、誠意対将軍、摂政、 関白に代わる者として、総裁、議定、参与の三職が任命された。慶応4年に1月には、この下に、仁義内国、外国、海陸軍、海警、警報、制度の7かを置いて三職7かとし、当面の政務に当たることになった。翌2月には、都がおつぼねとして、総裁局を設置し、三職8局とした。総裁局には、副総裁を置き、 規定の岩倉智美と三条耳をこれに任命して、樽人親王を補佐することとなった。当時の法規は大乗類典に見ることができる。生体書、慶応4年9うる4月21日、添島種尾見、福岡皇帝の起草による基本法ともいえる生体書が大乗官の名で布告された。生体書は、新政府の生体を五箇条の五聖門に基づくものとし、 権力分立、管理公選、不犯権産地制などについて規定している。この政対処に基づいて、旧ルー4月27日、日本の新しい体制が発足した。国家権力全体を支配する組織を大上官と称して、同時に内部では権力分立を行って、先制権力の発生を阻止しながら、諸大名や国民を強力に支配していく体制を、 組織しようとしたのである。三職のうち総裁が廃止されて、副総裁二人がスケミと称して事実上の政府主犯についた。立法権を司る犠牲官は、議定、参与からなる上局と諸藩の代表からなる下局から構成された。行政権を司るのは、行政、人儀、会計、軍務、外国の各官からなる五官であり、 特に行政官はスケミを長として、他の四官を監督する役割も担った。三権を担う官のうち司法権を扱う司法官は、実際には四官同様、行政官の監督を受けていたため、司法権の独立は境外化した。さらに、スケミは議定の資格で、議政官の構成メンバーでもあったため、権力分立は型ばかりとなっていた。戦争終了後の明治年に入ると、 半赤法官が実施されて、諸藩は政府の地方機関として位置づけられた。そこで会計官から地方行政を扱う民部官が独立した。続いて、生体書に基づく管理公選が行われて、主級派の区議や諸号は事実上排除される形となった。また、観察機関として壇上台が設置された。明治の大乗官制こうした政治情勢の変動に対応して、 明治2年7月8日に新しい大上官制が導入された。これはアメリカの影響を受けた生態所体制を廃止して再生一置を原則とした復古的な完制であった。まず人議官が復活して大上官よりも上位に置かれ、大上官の下には民部省、大倉省、兵部省、行部省、区内省、 外務省が設置されるというに貫禄省政が取られ、侍商院、壇上代衆議院、大学校などの書記官が置かれた。また、三権が、いずれも大上官の下に置かれたことが特徴である。大上官には、左右両大臣と三名の大納言、三名の三議から、なる、三職が置かれて、式をとった。三職は、明治天皇に対して、三職名役、 約束史上と呼ばれる制約を行って天皇への忠誠と公正な政務を誓った。また、これに伴い、下に相当票が改正され、左有領大臣は、11位または、正2位、大納言は、12位、3位、今日は正蔵くらい、大助は、13位、正友は、正4位とされ、また8位と総位の間に、正10の9位の位解が追加された。また、 任命手続きにおいては4位以上を、直受、6位以上を、総受、7位以下を、半受と呼んだがすぐに改められて、議会の授与については従来通り、役職の任命については、直人、創人、半人と解消されることになった。だが、蓋を開けてみると、右大臣に三条、大納言に岩倉と、特大臣佐根常がついたのをはじめとして、主要官職を皇族と公家が独占して、 わずかに参議に、前原一世、添え島田ネ民部教に前、福井藩主、松平春学が、武士階層から選ばれただけであった。保守派の格策によって、木戸高吉、大久保利道、板垣大輔らは官職であった、侍商員学士に追いやられてしまったのである。これに反発した岩倉は、三条と相談して大久保と、広沢佐ネを追加任命して、 巻き返しを図ったのである。こうした中で問題となったのは、民部省と大倉省の合併問題であった。徴税機構と財政機構の一本化を目指して、明治2年8月11日に両省を合併、民部卿松平春学が、大倉卿を、大倉大輔大隈主義信が、民部大輔を兼任した。今度は、中央集権体制の確立を急ぐ、木戸の指示を得た。 大熊や大倉所有、伊藤博文ら改名派若手官僚の格策であった。一方、大久保らは、こうした動きに対して、新章が大乗官を上回る権限を持つとして、反発し、他の賛議や地方官と結んで、大熊、伊藤の排撃と再分離を求めた。これには、大倉省の管轄が広くなりすぎて、目配りが効かなくなり、不効率になったことと、 大蔵省の地方官が、朝税や朝兵令に対して農民に十分な説明を怠り、不満の声にも十分な対応をせず、結果、全国各地で農民騒乱が多発していたことが念頭にあった。大蔵省の地方官の中には、宮殿様気分で民情への配慮にかける人物もおり、地方行政を管轄する省が必要との意見が、大久保中心に出ていた。 明治3年7月10日に大久保が主導して、両省の再分離が決定された。だが、最終的に両派の間で妥協が成立して、明治3年うるう10月20日に、植産工業を専門に扱う工部省の分離と引き換えに、明治4年7月27日に民部、大倉両省の再合併が決定された。これは木戸への妥協という政治的事情だけでなく、新たに、 地方行政を統括する省のあり方をめぐって、大乗官内部での意思統一ができていなかったことと、大久保が、旧来の民部省ではなく、自身が、密かに青写真を描いていた、内務省を新設して、内政全般を統括させることを考えていたからで、ある。明治4年に入ると、廃藩地県に向けた政府内の動きが、密かに動き出し、薩摩、長州、 一佐三藩の兵を御神兵として集めるとともに、郷里に帰っていた、西郷隆盛と板垣大輔を呼び戻した。廃藩置県後の完成明治4年7月14日、廃藩置県が断行された。ほぼ前後して、司法省と文部省が設置され、次いで船員、サイン、ウィンが設置され、人義官が人義省に格下げされるなどの改革が断行された。 さらに同時に人事面でも改革が進められ、大乗大臣に三条、三義に西郷、木戸、大熊、板垣が就任して、これに岩倉と、までの工事広志望が政府内に泊まったものの他の区下、諸公はことごとく職を免税られ、旧来通りの宮中の助官の排除も行われた。さらに改正を廃止して十五回からなる関東制を導入した。これによって、天皇が 震災形式で大上官以下を引き、三大臣がこれを保筆して、参議、今日を指揮するという明治の大上官制の基本形式と、佐長都い出身者による、いわゆる反発の原点が確立したのである。明治8年の完成明治6年9月21日、大久保により、国内安寧、人民保護をスローガンに、巨大官僚組織である、内務省が設立される。 大久保自らが初代内務卿となった内務省は絶大な権力で内政を宣誉するだけでなく、食産工業政策を推進し、日本近代化のための司令塔として君臨した。西郷と木戸は政治活動における組織的基盤を持たなかったが、大久保は内務省と内務官僚という自らが作り上げた官僚機構を基盤として、 維新のリーダーのような強烈な個性で国を牽引するのではなく、組織や集団が着実に国の近代化を推し進める、新しい政治スタイルへと転換させていった。明治8年1月、参議の大久保と伊藤博文は、政官論などをめぐって辞職した木戸と板垣に対し、参議に復職することを求めた。同年二月に至り、立憲体制へ、全時的に移行することで一致し、 二人の復帰が決まった。4月14日には、立憲政体の証書を発して、行政を担当する、大上官、政院、立法を担当する、元老院、地方官会議、司法を担当する、大信を置く三権分立制の基礎を形作ると、同時に、人議省は、区内省の所管となった。省令の構造は次の通り、 中央省両地方この体制は明治18年に内閣制度が発足するまで続いた。この時代に出された大上官布告、大上官たちなどの法令は後に制定された法令に矛盾しない限り、効力は存続するとされている。現在でも大日本帝国憲法下で法律としての効力があったと解される場合は、日本国憲法の内容に反しない限り、 効力は存続していると解されている。ありがとうございます。